レンダーは、ドイツのミュンスター原産の長料犬種の一つである。別名は、クライナー・ミュンスター・レンダー。ドイツでは、スピオンという愛称でも呼ばれている。20世紀の初め頃に生まれた犬種である。ラージ・ミュンスター・レンダーが独立した、数年後に作出された犬種で、ラージ・ミュンスター・レンダーから生まれた。 ホワイトレバーの毛色の犬を元にして、ヨーロッパのフラッシング系のスパニエル犬種を数種、掛け合わせて作出された。スモールの作出の経緯は、ラージの毛色のスタンダードが、ホワイトブラックのみに統一されることになり、ホワイトレバーの犬たちの行き場が失われることが、危惧されたためである。もともとラージはジャーマンロングヘアードポインターから、独立して誕生した犬種で、 そのスタンダードを無視して能力を重視したブリーディングが行われ、犬種基準として採用されなかったホワイトブラックの毛色を引き続き種として購入して繁殖を行っていたため、ジャーマンロングヘアードポインターの犬種クラブから感動されて正式に独立したという追い立ちを持つ。独立当初はジャーマンロングヘアードポインターと同じ。 ホワイトレバーの毛色のものも繁殖されていたが、後にホワイトブラックの色だけが、ラージの毛色として指定された。しかし、今更、ホワイトレバーの犬をジャーマンロングヘアード、ポインターとして登録し直すことはできないため、行き場を失って、殺処分されるのを防ぐために品種として改良し、新たな行き場を与えるべくして作出が行われた。なお、作出過程で、 ラージよりも体を小さくし、優秀な能力を植え込むことができるようにブリーディングが進められた。主に調料犬として使われた。嗅覚で鳥屋のウサギを探し、発見すると片足を上げてポイントを行う。犬のポイントを確認すると、主人は指示を出して獲物を茂みなどから追い出す。追い出された獲物は、 主人の猟銃によって仕留められ、撃たれたら、犬がそれを回収して、主人のところへ持ってくる。現在はドイツだけでなく、ヨーロッパ諸国で人気のある犬種で、ペットやショードッグとしても人気が高い。しかしながら、世界的には、ラージの方が人気が高いのが現状である。ラージのような優雅で美しい容姿ではないが、本種は、庶民的で、 馴染みやすい容姿をしているのが特徴である。外見は、ポインターとスパニエルの中間で、引き締まった体つきをしている。マズルは短めで、ややスパニエル味を帯びた顔つきをしている。耳は垂れ耳、尾は、ふさふさした、垂れ尾。コートは、柔らかなロングコートで、毛色は、ホワイトレバー。体高48から58センチメートル。 体重14.5から15.5キログラムの中型犬で、性格は温厚で人懐っこく陽気、活発で協調性が高い。やはり人を喜ばせることが大好きで、何らかの仕事を与えてもらわないと退屈してしまう。しつけの飲み込みや状況判断力はラージよりも若干上であるが、気質の通り何かさせてあげなければ、暇を持て余していたずらなどに走ることもあるので、 注意が必要である。人や犬だけでなく、その他の動物とも仲良くすることができる。運動量は普通で、ペットとして飼育するのにもよく向いた犬種である。ありがとうございます。